ついに第二次世界大戦が1939年9月1日に始まってしまいました。そして大戦が始まってたった1ヶ月、1ヶ月後の10月にはもうドイツはポーランドを征服しています。なぜこんなね、スピード勝利できたのかというと、ドイツはいわゆる電撃戦と呼ばれる、まあ、新しい戦術、しかもめっちゃスピード戦術、これで一気にポーランドを落とすことに成功しているんですね。で、電撃戦っていうのは、まあ、詳しい話になるので、というかなんて言うんだろう、専門的な話になるので、簡単にしか説明しませんけど、従来の戦い方で言うと、戦車が先に進みます。戦車が進んで、その後ろを歩兵がついていくんですね。そうなると、まあ、戦車が盾になるわけですよ。盾になって歩兵を守ることができるというメリットはあるんですけど、歩兵の歩くスピードに戦車も合わせますので、スピードとしては遅い。そういう戦い方が、まあ、昔はね、メインだったんですね。つまりまあ確実に戦車と歩兵をゆっくり進ませて、一個一個敵地をこうやっつけて確実に前に進んでいくと。そういう感じだったんですけど、ナチの電撃戦っていうのはそういうのじゃなくて、敵の要所とか、こう重要なところとか、あとは弱点なところ。そういうところにパワーもスピードも全部注いで、もうそこに大量の戦車を一気に向かわせて、後ろから自動車に乗った歩兵も一気に向かわせて、で飛行機も向かわせてみたいな感じで、すべてのパワーとスピードを一箇所に集中して敵の要所をぶち破るっていうね、それが電撃戦なんですよ。すごく簡単に言ってますけど。で、これが功を制して、ヒトラー率いるドイツはたったの1ヶ月でポーランドを征服することに成功しました。もちろんドイツがポーランドを征服したことに対して、イギリス、フランスあたりがめちゃめちゃ抗議をします。非難をしますが、ただドイツに積極的に戦いに行こうとはしなかったんですね。なぜかというと、まあやっぱりドイツと戦ったらイギリス、フランスも大きなダメージを負うことは確実なわけですよ。というかまず勝てる確信がないわけですね。しかもドイツのヒトラーというのは基本的にドイツよりも東の国を統合しようとしてますので、イギリス、フランスみたいな西の国に攻めてこないだろうと考えていたんですね。だからイギリス、フランスとしては今戦っても勝てないかもしれないし、まあ、確かにね、東の国が支配されていっている。これは止めたいけれども、今戦ったら大ダメージをうちらも負うから、ちょっと口ではね、非難しとくけど、実際は戦わない。そういう判断をね、した方が賢いかなということで、イギリス、フランスは静観を決め込んでいたわけですけど、超ショッキングな出来事が起こります。それが1940年5月、ドイツがついにオランダ・ベルギーに侵攻を始めるんですね。で、オランダ・ベルギーというのはドイツよりも西の国なんですよ。イギリス・フランスは、まあ西には来ないだろうと。だから口では文句言っとくけど、実際はドイツと戦わない。そういう道を選んだわけですけど、なんとドイツは西にも来たんですね。西にも来て、それでフランスがもう焦っちゃって、フランスとドイツの国境沿いにこう軍隊を派遣するんですけど、ドイツはベルギー経由でフランスを攻めるんですね。こうベルギーを侵略してこう迂回するような形でフランスを攻めて、そこはめっちゃ手薄になってたんですよ、フランス。その結果、フランスあっという間にこう侵略されちゃって、もう6月にはパリが陥落して、フランスは降伏して、ドイツに支配されると、そういう状況になってしまいました。こうしてあっという間にパリを陥落させたヒトラーは、そのままの勢いで、次はイギリスだぞってね、やるのかと思いきやそうではなくて、イギリスへはヒトラーは和平を求めてるんですね。君たちとは戦いたくない。平和的に、こうね、解決しようじゃないかと交渉しています。これなぜかというと、もちろんイギリスと戦ったら、勝ったとしても大ダメージを負いますよね。もちろんある程度のダメージは受けます。そういうのを危惧したというのもあると思いますし、その他にも人種的イデオロギーが関わっているともされています。ヒトラーっていうのはあくまでも領土拡大、これだけのために戦ってるわけじゃないんですよ。人種的イデオロギーということで、ドイツ国民、ドイツ人ですよね。ドイツ人を一番上に位置づけて、他のこう劣った人種をやっつけて大きなドイツを作るんだ。こういう目標がヒトラーにはあります。で、ヒトラーはイギリス人のことは結構評価していたらしいんですね。つまり、まあ、ドイツ人ほどではないですけど、イギリス人のことも人種的に結構上に位置づけていて、まあ、イギリスとはあんまり戦いたくないなと考えていたらしいんですよ、ヒトラーは。
まあ、そういうこともあってヒトラーは最初はイギリスへ和平を求めていました。こういう状況の中でイギリスの国内でも結構和平を求める声の方が主流派だったんですね。つまり今ドイツと戦ったら勝てるか勝てないかまず分かんないし、勝てたとしても大ダメージを負うことは間違いないと。だからヒトラーの言いなりになるのは嫌だけど、それ以上に戦争嫌ですからね、国民は。だからせっかくヒトラーがね和平を求めてるんだから戦争しない方がいいよという声がイギリス国内でも結構大多数だったんですよ。ただ当時のイギリスの首相のチャーチルは、いや私は断固ヒトラーを許しませんということで戦う姿勢を貫いたんですね。なので、チャーチルっていうのはね結構評価が分かれる方で、断固戦う姿勢を見せたそういう男だとポジティブに評価することもできるし、こうね戦う必要がなかった戦争に突入したそういう男で多くの国民を殺したそういうふうに評価もできる、ちょっとね難しい方ではあるんだけど、とにかくチャーチルは断固戦う姿勢を貫きました。これによってついにドイツとイギリス戦争に突入します。ではドイツとイギリスの戦いどうやって進んでいくのかというと、フランスとかポーランドをねやっつけた時はドイツめちゃめちゃ勢いあったわけですけど、なかなかうまくいかないんですね。ではなぜかというと、イギリスとフランスとポーランド、イギリスだけ全然違う特徴があること分かりますか？イギリスだけ島国なんですよ。周りが海なんですね。だから今までとは全然違う戦い方になって、電撃戦なんかもうまくいかないというか使えないわけですよね。でイギリスは島国なんで、もちろん海軍はめちゃめちゃ鍛えてあって強いです。だからまず海の戦いはドイツ不利です。ドイツが不利なんで、結局ヒトラーというかドイツは空中戦を仕掛けるしかなくなるんですね。ただ空中戦もイギリスはね攻めてこられるとしたら空中ですので、空中も結構強いです。だからここで初めて、今までフランスとかポーランドはあっという間にやっつけてたわけですけど、ここで初めて拮抗するんですね。ここでヒトラーというかドイツの勢いは初めて一回止まってしまうことになりました。イギリスとの戦いがなかなかうまく進まない、そういう状況に焦りを感じたヒトラーはめちゃめちゃ驚きの行動をとります。これね本当に驚きなんですけど、ヒトラーは1941年の6月にソ連に侵攻を始めるんですね。今イギリスとの戦いがうまくいってない最中ですよ。なのにソ連へ戦いを仕掛けるんですね。でも思い出してほしいんですけど、ソ連とは独ソ不可侵条約を結んでるんですよ。これをわざわざ破って戦いに行ってるんですね。しかも独ソ不可侵条約を結んだ理由って、こうポーランドに侵攻した時にイギリス、フランス、ソ連のこう挟み撃ちになりたくないからわざわざ独ソ不可侵条約を結んだわけですよね。なのにヒトラーは自分からソ連を攻撃して挟み撃ちになっちゃうような状況を作ったんですよ。これ驚きじゃないですか。こんなことやったらドイツにとっては不利なだけじゃんって思うんだけど、ヒトラーはソ連を攻撃したんですね。で、僕もこれ本当に不思議で、なんでこんなねアホなことやったんだろうと思って、まあいろいろ調べたので、ソ連を侵攻した理由、これをね説明していきます。理由は3つくらいあって、1つ目がまずルーマニアの油田ということで、ドイツは日本と同じで石油が取れない国なんですよ。ただ戦争に石油は必要不可欠ですよね。なのでルーマニアの油田を頼っていたわけですが、今第二次世界大戦中でもう各国ねいろんなところでバトルが行われています。でその中でソ連がルーマニアを狙ってるというか、こう占領しそうな雰囲気が出てくるんですね。でそうなるとドイツにとってはめちゃくちゃピンチなわけですよ。ルーマニアの油田をソ連に抑えられるわけにはいかないということで、ここら辺でまずソ連とね戦う必要性っていうのが結構出てくるんですね。で理由の2つ目が人種的イデオロギーということで、これ何度も言ってますが、ヒトラーはただ領土を広げたいだけじゃなくて、人種的に劣ってる国というか、そういうね奴らをやっつけて大ドイツを作りたいという気持ちがあります。でヒトラーは実はイギリス人のことはね結構評価してたって言いましたけど、ロシア人のことはめっちゃ嫌いだったとされています。嫌いというか人種的にかなり劣った人種だと決めつけていたんですね。でもっと言うとヒトラーは社会主義共産主義もめちゃめちゃ嫌いなので、ソ連という国は本来めっちゃ嫌いなんですよ。独ソ不可侵条約はあくまで戦略上のね必要があって結んだだけで、ロシア、ソ連のことはすごく嫌いで、
まあ、いつかやっつけないといけないと考えてはいたんですね。で、三つ目の理由が、まあ、ソ連を過小評価していたということで、実際にヒトラーはソ連なんてね、2ヶ月とか3ヶ月くらいあれば落とせるだろうと、そういう発言もしていたみたいです。こうしてヒトラーはソ連に攻撃を仕掛けるわけですが、ソ連を過小評価していたこと、これがヒトラーの最大の過ちだったと言っていいでしょう。ソ連がめちゃくちゃ粘るんですね。皆さん、第二次世界大戦と太平洋戦争を合わせて、どの国が一番死者が多かったか知ってますか？それはソ連なんですね。ソ連はなんと死者が2000万人を超えているんですよ。もう本当に途方もない数字ですよね。そのくらいの死者を出してでもソ連はめちゃくちゃ粘るんですね。で、ソ連という国はめちゃめちゃ粘って冬さえ来てしまえば冬将軍がやってきます。つまりめっちゃ寒いんですよ、冬になると。モスクワなんかはね、マイナス何十度と行きますからね。で、ドイツはそういう状況で戦う軍隊になってませんので、冬が来ると撤退せざるを得ないんですね。そういう感じでソ連はめちゃめちゃもう何度も粘るんですよ。一度だけじゃなくて数年粘ってソ連が攻めきれないんですね、ドイツは。今ドイツはイギリスを攻めきれず困ってる状況。そこで、まあ、ソ連に活路を見出してソ連を攻撃したわけですけど、結局ソ連も攻めきれず、もう間から挟まれるような形になって、ドイツはめちゃくちゃピンチな状況に陥ります。しかもドイツのピンチはこれだけにはとどまりません。皆さん、まだ名前の出てきていない大きな国が一つあると思いませんか？そう、アメリカがまだ登場してませんよね。アメリカは当時どういう状況かというと、第二次世界大戦に対してすごく消極的な姿勢を持ってるんですね。つまり、まあ、ヒトラーのことは許せないと口では言ってますけど、わざわざヨーロッパまで来て戦おうとはしていないんですね。これなぜかというと、まず当時のアメリカ大統領が選挙の時に、私は国民を戦場へは送りません、つまり戦争をしませんって言ってたんですよ。だから戦いにくいっていうのが一つあるのと、もう一つはやっぱり世界恐慌です。影響がでかいんですよ。これはアメリカで起こったものですので、もちろんアメリカもすごくダメージを負ってて疲れているわけです。だから今ヨーロッパの戦争ですからね。わざわざ、まあもちろんイギリスとかをね、応援したい気持ちはあるんだけど、わざわざ今疲れてる状況でヨーロッパまで行って戦いたいかと言われると、アメリカとしても、今はちょっと戦うのはね、あれかなということで、ヨーロッパに行こうとはしていなかったんですね。なので、戦争が始まった当初というのは、アメリカは物資をイギリスとかフランスに支援する。そういう感じのすごく消極的な関わり方をしていました。しかし、こうした状況が一変して、アメリカががっつり戦争に関わる。そういうね、きっかけとなる大事件が起こります。それがそう。1941年の12月に太平洋戦争、日本とアメリカの戦争が日本の奇襲によって始まるんですよね。まあ、今回は日本の話ではないので、詳しい経緯は話しませんけど、とにかく日本とアメリカが今戦争を追っ始めてしまいました。そして当時、日独伊、日本、ドイツ、イタリアは同盟を結んでいます。そして今日本とアメリカが戦争になってます。つまりアメリカの敵でもあるわけですよね。ドイツとイタリアは。なのでアメリカはもう堂々とドイツとかイタリアに攻撃をする大義名分というのもこれによって得ることになるわけですよ。こうして今まで静観を決め込んでいたアメリカは参戦を果たし、第二次世界大戦であったり太平洋戦争、これにね、がっつり関わっていくことになります。